確かにこう忘れがちですけれども、日曜日が休みってキリスト教の文化ですもんね。こう仏教だと満月が休みってね、こう仏教の国になったり、まあ、満月が休みだと休み少ないので、日曜日の方がいいのかもしれないですね。コロナ前は満月の日は必ず1ヶ月に1回お坊さんが集まって、一緒にお経を唱えさせていただいて、やっぱりこう信者様でお世話したいっていうお食事を提供して、みんなでお食事をいただくっていうのがあったりして、本当にいろんな国のお坊さんの仲もすごい良くて、交流いいが、ですね。されてるのも三鷹の魅力かなっていう。すごく素敵ですよね。こう、夜空を見ながら、だんだんこう月が満月に近づいてくると、もうすぐこの、みんなで祈りの日が近づいてきたから、今日満月だから祈りに行こうって、空を見ながらわかるって、すごく素敵なことですよね。ありがとうございます。本当にこう、いろんな、話を聞かせていただきました。さっきの話の中でも、やっぱりこう、ね、みんなのいろんな国のお坊さんが集まって打ち合わせをして法要するって話がありましたけれども、ね、こう日本寺さんも今、日本人のお坊さんが駐在されていない、もう何年も駐在されていないということですし、こうやって世界から仏教が集まる聖地で、こう、唯一日本人がいらっしゃるっていうのがこのお寺で、いらっしゃるのがこう日蓮宗のお坊さんでいらっしゃって、片山上人いらっしゃらなかったら、日本のお坊さんが話すこともなくそれは決まっていくわけですよね。片山上人がいらっしゃるからこそ、こう、日本の、お坊さんが仏教を大切にしていて、この仏陀ヶ谷に行って、こうやって関われてくれているんだって、世界の仏教の方が理解をしていただける、ものすごく大きなものをこう背負っていらっしゃるんだな、すごくありがたい役割なんだな。だからこそ、こう、みんながこのことをちゃんと知って支えていくっていうことが私たちにとってもすごく大切なことなのかなっていうのも、こう話を聞きながら個人的には感じさせていただいたりしました。本当に恥ずこう、かしいです。いえいえ、そんなことね、私も全然知らなかった。私が恥ずかしいなと思って、恥ずかしいなと思ってやって逆に知れてよかったな。そんなふうにも思っています。さっきお話があったみたいに、ぜひこう、皆さんもいろんな形で、関わっていただいて、片山翔にお人柄っていうのも、このお話を通じて伝わったところもあったと思いますので、ぜひつながっていただいて、何かが生まれてくるきっかけになったら、この時間の値打ちがあるな、そんなふうにも思っていますので、ありがとうございます。ね、本当にこう、ちょっと今、インドが1時22分なので、日本で言うと4時、52分ぐらいになりますでしょうか。ありがとうございます。本当にこの長い時間をいただいて、インドからの、方はこういった形にさせていただいて、今日はですね、インドといえばもう倉田商人、インドに行って旅をして、インドに行って犬に噛まれて、緊急帰国して、それが悔しくて再チャレンジしたっていう、本当にもうインド大好きな倉田商人に今日司会を務めていただきまして、で倉田商人の方からですね、まあ最後のまたの、全体のこの感想と、私もちょっとやってるので全然感想がわからないところもあるので、全体の感想と、また次に向けてのご案内というのをいただいて、今回の時間を締めさせていただいて、最後に、一緒にこの参照してから終わりたいと思いますけれども。ぜひ、インドテーマ倉田商人、よろしくお願いいたします。